教えて山重先生。大人になってから感謝している、または教訓にしている親御さんからの教えはありますか？親には本当感謝してる。俺中学生反抗期、親にひどい言葉言ったの。そしたら父親、それが親に向かって言う言葉か。拳振り上げてね、その拳をね、ゆっくり下ろしたの。すごくない？その選択肢、殴った方が簡単なのにさ。だからね、それは今でも感謝してるし、自分の教訓にしてる。だから僕もね、人をね、殴ったことないの。母親はね、大学出てお芝居続けたいですって言った時にね、親への感謝を伝えるには時間が足りない。